こんにちは経済評論家の渡辺哲也でございます、えー、今日はですね自宅からお送りしているわけですけれども、まあ、コロナ禍大変なことになっております世界中が大きな変動期に、えー、生まれているということが言えるんだと思います、えー、このコロナ問題ですけれども世界を大きく変革させる大きな要素になることは間違いなく、えー、このアフターコロナという言葉が最近はよく使われてきております。 えー、コロナ問題ということですが、このコロナによって世界中の経済が停止した、そして中国のチャイナリスクが表面化したと、えー、この2つの要素があると思うんですね。でまた、この回復にあたっては、いわゆるこの感染拡大が止まらない限り、えー、この感染、えー、拡大、えー、回復ができないと、えー、経済の再開をするためには、まずこの感染拡大を止めることが必要になると。 という状況になっておりまして、下手にこれで感染拡大した最中、している最中に経済を回復させてしまうと、結果的にですね、第2波、第3波という新たな波が訪れる可能性があり、それができないという状況になっているわけです。まあ、中国に関しては強権的な力もあり、一応感染拡大を食い止めたと言われておりますが、 これに関しても懐疑的な見方が強いのが現状です一旦た解放に向けた動きを示した武漢ですが再び解放を凍結するなどでさまざまな地域で隠れ感染者が出ているのではないかということも言われておりますで特にですねこの問題なんですけれども一番深刻なのがヨーロッパなどユーラシア大陸ということになってきます。 ここにおいて2つの大きな文化的対立があるわけですね。もともと海洋国家、日本やですね、台湾、アメリカ、イギリスなどの海洋国家、まあオーストラリアもそうなんですけれども、これはですね、海によって国境が遮られています。それに対して大陸国家、ユラシア大陸ですね、これは国境というものが単なる線だけであってございません。 さらに言えばですねユーラシア大陸にアフリカ大陸がくっついていたりとかですねさまざまな形で国境線が曖昧ということが言えるわけですでこのような感染拡大なんですけれども止めるということにおいて島国には優位性がありますもうすでに台湾では感染拡大がゼロと言われておりましてそういう意味において感染者が新規感染者ゼロということで 非常にこう閉鎖することによって隔離がしやすいこれが島国の特徴なんですねそれに対して大陸の場合例えばヨーロッパですよねほこっておいても中東やアフリカから大量の難民が押し寄せてくるとでコロナウイルスがもう中東やアフリカに帰いている以上それを止めることはできないまたインドやパキスタンなど新興国もたくさんあり新興国の衛生状況の悪さから 新興国まで含めた感染拡大を止めない限り、どこかから流入してくるということになるわけですね。ご存知のように、一人の感染者がいれば、二人、三人とクラスター感染をしてしまうというのが、このコロナウイルスのいやらしいところで、さらに潜伏期間も14日間という非常に長いと最長で。ですから、これを止めるというのが非常に難しいウイルスなんですね。逆にエボラのような激症化し、逆に あ潜伏期間が短いもの、インフルエンザのように潜伏期間が短いものに関しては、すぐに感染者が症状として現れるものですから、対処しやすいんですけれども、今回のコロナウイルスに関しては無症状の感染者も多いということで、症状が出ない、えつまり感染拡大を止められないということが起きるわけです。そして、ですね、まあ、とりあえず現在のところ、アメリカ、イギリスなどでも猛威を振るっておりますが、 イギリスやです、ね、アメリカに関してももうそろそろひょっとしたらピークアウトするのではないかと言われております、えー、日本に関してもただいま感染拡大中ですがなん、えー、とかです、ね、ここの時点で止めていかなくてはならないとで、まあ、今、いろんな薬が出てきておりまして、えー、直接的なワクチンというのは非常にあの期間もかかってです、ね、治験に時間がかかるということで、えー、なかなか前には進まない大体、えー、いい1年ぐらいはかかるのではないか。 え最短でやってです、ね、この秋以降になるのではないかと言われておりまして、えー、なかなか先が見えないわけですが既存の薬の中で効果が見られるものがいくつか出てきたと、えー、その最たるものが現在、日本の薬、えー、これが富山区学のアビガンという薬、えー、それ以外にもです、ねえー、ギリアドというアメリカのメーカーの薬やさまざまなワクチンやさまざまな薬剤が ひょっとしたら、このコロナウイルスに効果があるのではないか。また、BCG がですねあの、ひょっとしたら、えー、免疫を生み出しているのではないかという研究も出ております。えー、なぜそんなことが言えるかというとですね、日本型の BCG を打っている地域、死亡率が低いんですね、他の地域に比べて。で、明らかにその差が出ていると。で例えば、ドイツにおいても西ドイツと東ドイツ。 東ドイツは日本型、ソビエト型、類似したワクチンを打ってるわけですね、BCG の。それに対して西ドイツというのは途中から打っていないということで、死亡率の違いが出ているために、ひょっとしたら、その BCG に何らかの生体免疫を備えるようなです、ね、効果があったのかもしれないということも謳われております。まあ、これはまだはっきりしないものですから、何とも言えないわけですけれども。 日本感染症学会のホームページにですね臨床例ということで、このアビガン、新型コロナウイルスによる感染者にどのような治療法を施して、どのような効果があったかというのの例が出始めています。で、現在のところ、ですねこのアビガンという薬、かなりの効果があると、特に初期段階での投与によって、その症状をほとんど抑えられるのではないかと。 言われてて、おりましてそうなってくるとこのコロナウイルスの脅威というものが一気に下がるわけですね。現在、通常のインフルエンザの10倍程度の致死率を持つと言われているのがこの新型コロナウイルスなんですけれども、えー、今回の,そのアビガンなど新薬の効果が確認されればです、ね、この致死率が一気に落ちてくるとそうなってくると季節性のインフルエンザ皆様が毎年経験する季節性のインフルエンザ程度の 影響,に影響が落ちてくるわけですよねただ、あの新型コロナウイルスのいやらしいところにもう一つのいやらしいところにいわゆる治癒までの期間が通常のインフルエンザの3倍程度かかるとですから通常ですとアビガンというのは5日間投与なんですが今回のコロナウイルスに関しては14日間投与と。 いうことが大きな問題になるわけです。さらに言うと、それだけ治癒までの時間がかかるがゆえに病室を埋めてしまう。それが結果的に医療崩壊を招いてしまう可能性があるということなんですね。で、あの皆さんご存知のように病院っていうのは別に新型コロナウイルスだけのためにあるわけではなくて、通常からいっぱいに近い状態なわけですよね。 で基礎疾患をお持ちの方々あ重篤な疾患をお持ちの方々がんですとかいろんな糖尿病ですとか、まあ、特に深刻なのは透析の必要な患者さんですよねなどが、えー、通常、病院を使っていると、えー、ところがですね、そのような患者さんが病院にかかれない状況になると。 それが致死率を高めるという大きな要因になるのではないか。特に現在、日本などでも出ているのは、老人施設などでの大量感染と、クラスター感染、老人病院や老人施設のクラスター感染。これに関してはですね、もともとが、あの、基礎疾患をお持ちの方ですとか、もともと体調が不全な方ですから、コロナが直接原因ではなく、なかったとしても、コロナに感染したことで亡くなってしまうと。 いうことも起きているわけです。まあ、これはあのヨーロッパでも同様なんですけれども、えー、老人施設などの大量感染をまず防がなくてはいけないと。で、この感染拡大をか防いだところから、まあ、次の戦いになってくるわけです。まず現在、経済は全部シャットダウン状態。世界中の経済が止まっています。えー、この止まっているということは自然にが入らない。 リーマンショックなんかの場合ですと逆に言うと金融がダメになり大企業が先におかしくなる形の経済の強硬状態だったわけですけれども今回に関しては逆に街が動かないということから中小零細企業の影響が強い形になり逆に言うと大企業などは日本の場合は結構内部留保などを今たくさん持っている企業が多いものですから比較的余裕があるという逆行する形の今回、不況となっていると。 ということで、まあ、この町場、特に中小零細企業をどのように救うかというのが、まあ、大きな課題になるわけですね。まず政府としては、中小零細企業向けに、えー、緊急の融資、えー、5年間の無利子、無担保、末え置き融資などを設けてですね、とりあえず手元現金を供給するという対応を取りました。そして、えー、まあ雇用継続、助成金等でですね、 あの雇用継続ができるように対処はしているわけですが、もともと中小零細企業というのは、もう、一ちに商売で、もともとの体力がないところが多いわけですね、そういうところがやはりあの経営的におかしくなり始めているというのが現在の状況で、また家賃などもですね、ほっといてもかかるということがありますから、この家賃をどうするかという問題も出てくるわけです。<music>